こんにちは、ペッパンダです。今日はセブンナイツ2の日本語版ではまだ未実装の専用装備の紹介となります。ネタバレプラス、日本語版と実装値とは異なる場合がございますのでご注意ください。そして表示されている順番は実装されている順番でもないのでご注意ください。最後に全ての専用装備の防御力は124からのスタートとなります。では張り切って見ていきましょう。最初に紹介するのは伝説プラスの繊維となります。最初のオプションはクリ率増加値が60アップし、そして専用のオプションは自分にクリ率が増加されていきます。表示されている通り、数字は書かれていないので、具体的にどれだけ上がるかは、作ってみてからのお楽しみとなります。次に紹介するのは伝説プラスのミンとなります。最初のオプションは与えるダメージ増加値が60アップし、そして専用のオプションはパッシブ効果を1回の攻撃ごとに発動に変化になります。はい、ということなのでこれ実質1個作るだけで無気力が2個積めるので、おすすめとなっております。次に紹介するのは伝説のエヴァンとなっております。最初のオプションはガード率増加値が60アップし、そして専用のオプションは、スキルの使用距離を2メートル増加となっております。はい、エヴァン君は今後メインで使われることは少なくなってくるので、はい、優先度は低めとなっております。次に紹介するのは伝説のカリンとなっております。こちらの最初のオプションはガード効率増加値が60アップし、そして専用のオプションは味方全員の状態上免疫を増加するとなっております。いや、これはめちゃめちゃ強力なので最優先で作ってください。最強に強いです。次に紹介するのは高級のヘンリーとなっております。最初のオプションは防御無視効率増加値が34上がり、そして専用オプションの方は自分に4人レイドバリオンでの攻撃力プラス攻撃速度が増加されるというものになっております。はい、1人だけなので、優先度はかなり低めになっております。次に紹介するのは高級のギラハンになっております。最初のオプションはガード効率増加値が60アップし、そして、専用のオプションは、挑発効果を追加プラス自分にシールドを付与するとなっております。ギラハンなので、特に優先することは多分ないと思います。次に紹介するのは伝説のギラハンとなっております。こちらの方の最初のオプションはガード率増加値が60アップし、そして、専用のオプションの方は、敵への防御力ダウンの効果時間を増加するとなっております。こちらの方はギルドレイドの特化となっておりますので、ある程度の需要はあると思います。次に紹介するのは伝説のマヒリンになります。最初のオプションは、攻撃命中率増加値が60アップし、そして専用のオプションは、麻痺率を増加させます。はい、見ての通り麻痺率はねとても強いので、はい、メインで麻痺人を使っている方は、はい、優先的に作るといい感じとなっております。次に紹介するのは伝説プラスのスパイクとなります。最初のオプションは、防御無視効率増加値が、34上がり、そして専用オプションの方は、不死の効果を 10% 増加させます。はい、伝説プラスのスパイクは、最近実装されたばかりなので、はい、今後キャラクター紹介をした後にまた、この効果がわかると思います。次に紹介するのは伝説のデロンズとなります。最初のオプションはダメージ増加値が60アップし、そして専用のオプションは自分に攻撃力増加のバフを与えます。韓国版は日本版よりも1年先に進んでいるんですが、その中でもまだ1軍入りしているデロンズなので作っても損はありません。次に紹介するのは伝説の感電リンとなります。最初のオプションは、クリダメ増加値が90アップし、そして専用の、オプションは自分にダメージ免疫効果を追加、さらにプラス、スキル範囲を2メートル追加します。もう最強に強いので優先的に作ってください。次に紹介するのは伝説のレイチェルとなります。はい、最初のオプションは、スキルの CD の減少値が34上がり、そして専用のオプションはダメージ増加となっております。どれだけ上がるかは書いていないんですが、全てのコンテンツにおいてレイチェルは使えるので、はい、作っておいても損はございません。次に紹介するのは高級のスコットとなっております。最初のオプションはクリダメ増加値が90上がり、そして専用のオプションは繊維レイドでの味方全員の攻撃力を増加するとなっております。でも皆さん多分繊維レイドをね最初に15段階クリアできると思うので、はい、優先度は低めとなっております。次に紹介するのは希少のシャイとなっております。最初のオプションはガード効率の増加値が34上がり、そして専用オプションの方は自分にシールドを付与するとなっております。
どこでも使われるシャイなんですが、この、専用オプションは特に重要ではないので、はい、優先度は、低めとなっております。次に紹介するのは伝説の雪となっております。最初のオプションは、防御無視効率防火値が34上がり、そして専用オプションの方は自分のデバフを解除プラス自分にシールドを付与するとなっておりますので、雪ちゃんをメインで使っている方は優先的に作ってみてもいいかもしれないというレベルの、はい、強さとなっております。次に紹介するのは高級のイアンとなっております。最初のオプションはスキル CD の減少値が34上がり、そして専用オプションの方は味方全員にクリ率を増加するとなっております。でもイアンの使用値が、メインに、リザドリアとなっておりますので、はい、優先度は低めとなっております。次に紹介するのは高級のアデルとなっております。最初のオプションはガード率増加値が60上がり、そして専用のオプションは自分のダメージを増加するとなっておりますが、こちらの方も、はい、そうですね、アバランチぐらいにしか使わないので、はい、優先度はかなり低めになると思われます。次に紹介するのは伝説のノホとなっております。最初のオプションはクリダメ増加値が90上がり、そして専用オプションの方は基本攻撃時に究極ゲージを増加プラスダメージ増加となっておりますので、はい、ギルドレイドがメインに、使われるノホちゃんにとってはとても強力な専用装備となっております。次に紹介するのは伝説プラスのコゼットとなっております。最初のオプションは攻撃命中率増加値を60上げ、そして専用のオプションは、クリダメを増加させ、さらに究極ゲージの増加率を増加させるというものになっております。ということなので必須級に強いので、はい、最優先にゲットしてください。次に紹介するのは伝説プラスのバルデルとなっております。最初のオプションは、防御無視効率増加値が34上がり、そして専用オプションの方は行動負荷時にデバフを解除するとなっております。バルデルはですね、まだまだ1軍で使えると思いますので、実装時に、はい、優先的に作ってみてもいいかもしれません。次に紹介するのは気象連となっております。最初のオプションはクリダメ増加値が90上がり、そして専用オプションの方は味方全員にクリ率を増加させるとなっております。こちらの方は、はい、皆さんご存知のギガンデスなんですが、こちらの方も優先的に作るということはないかもしれません。次に紹介するのは伝説のベルベットとなっております。最初のオプションはクリ率の増加値が60上がり、そして、専用オプションの方は陣形の後衛攻撃時に追加ダメージを与えるとなっております。こちらの方もまだまだ、PVP で使っている方は、はい、優先的に作ってみるといいかもしれません。最後に紹介するのは伝説のアキラとなっております。最初のオプションは、防御無視効率増加値が34上がり、そして専用のオプションの方は自分が前衛に配置された場合ガード効率が増加するとなっております。はい、というわけでね、アキラちゃん推しの方はですね、もうぜひアキラちゃんに優先的に作ってあげてください。見ての通りね、ハートマークですので、はい、アキラちゃんラブを見せつけてやりましょう。はい、というわけでここまでお付き合いくださった皆様本当にありがとうございました。現状出ている専用装備は、以上となります。はい、これからも多分追加されてはいくとは思いますが、その時またどんどん更新していきたいと思います。そして、今回の動画を見てくださって、自分の欲しい、専用装備を準備をしていただければ、はい、幸いでございます。はい、というわけでじゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ペッパンだからでした。ではではです。